最近東京の人がいてるんですけども、東京ね、ずっと僕に言ってるんですよ、身元で。もう分かった街道代、分かった街道代、分かった街道代って芝居でいいかな。あかんあかんあかん、うっとうしいね、あれ。あかんよ、それ。関西弁って面白いよな。芝居でいいかな。あかん言うてるんだから。うっとうしいね、ご機嫌で笑ってはんのかな思ったらいきなりや。タイムカード押したって。押したよ俺。知らんがな、それは。見てたやろあんた。そんなとこやめたらええねん、早く。今やめてちゃうとこで働いてんねんけどな。俺今あの DVD 屋で働いてるけど、結構これやりがある仕事やで。 DVD 屋で働いてんの。お、店長の名前は大山さん。どうでもええわそんなこと。なんやそれ、お前聞いてんけ。俺ら若手芸人でまだまだ若いねん。 お前俺21でお前 36?25 や。俺なんかな、もっとな、いっぱいこういろんな人といっぱい触れ合えてな、いっぱいこう喋れるような、そういう素敵で明るい、そういうアルバイト先で俺たちは働かなあかんねん。ほなお前何のバイトしてんねん。ネットカフェやないか。待て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 、いやネットカフェでお前あんなもん受付でちょっと小声で喋るぐらいやん。あほか、俺はネカフェやネカフェでは毛布取り替え係やから何も喋らんわ。もっとあかんやんけ。俺あかんことないの、分かってないな。めっちゃやりがいあんねんね、あのバイト。どこにやりがいあんねん。平日の朝10時や。おう、朝10時、朝10時にお前寝癖つけた高校生が制服姿でパソコンの前でフーってやってんねん。パソコンの前でフーってやってんねん。にーやってんねん。そんな俺この辺で見とったら心の中で勝ったって思えんねん。俺何と比べてんねん。勝ってるぞって思えんねん。いや勝ってるぞちゃうやんけお前。そんなアホがな、お前横に順番にワン2、3、4で4人バーッとこう並んどいてみや。横から順番に勝った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 正社員になろうかなって思えんねん。並んでええねん。働くぞって思えんねん俺は。いやネットカフェで働いてるってお前の負けやで。もうでも4日前にネカフェやめてしもたんや。なんでやめたの。俺はもっとやるべきことが他にあるんちゃうかなってずっと考えとったら、めっちゃやりがいのあるバイトと出会ってしまった。やりがいのあるバイト、ラーメン屋ちゃうよ。引っ越しちゃうよ。あ、居酒屋ちゃうよ、ね、ほな何のバイトしてんねん。道路の横っちょのとこにこう黙って座って通っていく車の数を数える仕事やないか。いやもうええわ、ありがとうございました。